サーチャンドラシェーカルベンカタラーマン、1888年11月7日から1970年11月21日は、インドの物理学者、1930年のノーベル物理学賞受賞者、ラマン効果の発見者である、タミル・ナード州のティルチラ・パリ生まれ、アーンドラ・プラデーシュ州のビシャーカ・カパトナムで育つ、マドラスカンク大学で学び、1917年に、 コルカタ大学の教授となる。そこで工学の研究を行った。インド本国で研究したインド人研究者としては初めてのノーベル賞受賞者であり、インド人としてもアジア人としても1913年にノーベル文学賞を受賞した詩人タゴールに次ぐ受賞者となった。1924年に王立協会フェローに選出され、1934年に インドリカ大学院の学長となった。1957年には、レーニン平和賞を受賞する。1983年に、ノーベル物理学賞を受賞したスブラマニアン、チャンドラセカールのお辞にあたる。ありがとうございます。